熊本県立熊工業高等学校は、熊本県人吉市城本町にある、公立工業高等学校。通称は、熊匠。ただし、地元の熊、人吉地区以外で、熊高といえば、熊本県立熊本工業高等学校を指すのが、一般的である。部活動が盛んな学校でその中でもカヌーが有名で、全国高等学校カヌー選手権大会や、 国民体育大会に出場している。また、ボーリングでも国民体育大会に出場している。以下の4学科、1専攻科から構成されている。修行年数は3年で、1クラスあたりの定員は40名。1996年までの卒業生は約7000人。建築家には建築コースと伝統建築コースがある。また、高校課程の上位課程として、 伝統建築専攻科がある。この伝統建築コースは、公立高校で大工職人を育てる初の試みとして注目を集めた。大工の棟梁や宮大工を育てることが、このコース設立以来の目標となっている。平成6年度に生徒が実習として、祠を製作し、校門脇に鎮座されていたが、2011年3月11日に発生した。 東日本大震災の打つ派で被災し流出した福島県南相馬市にある山田神社の仮社殿として2012年2月に移設され現地で生徒らが鳥居の制作も行った。ありがとうございます。